この岩を覚えてたから、うん、ちょっとあ、やっぱりほら、あ、増えてる、うん、ほら、ここの岩、やっぱり合ってる。これはだから、ギンリョウソウモドキ、はい、あの秋のギンリョウソウとか、ギンリョウソウモドキ、モドキ、これですか、はい、あ、これ、これ、あ、なるほど、これあの銀の竜の顔に、はい、で、銀鏡草っていう春の花があるんですけど、はい、それに似てて、はい、で秋に出るので、うん、秋の銀鏡草とか、あの銀鏡草もどきとか言います。で、これはこの間私が下見した時は出てなかった。へで雨で、はい、出たんです。で、あ、そうなんですね。その時これはこんなにお顔が出てなかったんですけど、だいぶ出てきましたね。本当ですね。もっとね、上へ上がってくるんですよ。へえ。はい、こちらが銀鏡草もどきになります。へえ、なんか不思議な、不思議な、あのね、不思議なキノコみたい。そうね。こういうの全部葉緑と思ってますよね、葉緑体は。はい。これないんですよね。葉緑体がない。ない。不生植物って言います。だからあの木の枯れ栄養をもらって、へえ。で、あの養分を蓄えていくので、なるほど、あの不生植物ってとこも本当に日が当たらなくて湿気が多いところにあります。うーん、であの普通秋吉台って言ったらあの明るい草原ですよね、今、はい、秋の七草が咲いてる。だけどここは山焼きしないから、うんうんうん、同じところでもこういうふうに暗くなって湿気があって、でこういうところが好きな植物も同じ時期にあるわけです。うん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 、ありがとうございます。今日は蚊がいなくて助かりました。蚊がいなくて助かっております、ね、今日でも本当大雨警報が出てるぐらいね、ちょっと雨の危険性がある場所なんですけどね。さっき降ったでしょ、ここ、はい、雨が好きなんですよね。へー、葉緑体を持たない。でもあのあれだけ乾燥が続いてもちゃんと出ましたからね。これ雨の前にちゃんと見つけたんですけど、乾燥の中でもちゃんとここまで出てましたね。これ今なんかすごい、なんて言うんでしょう、ペロンって尾が垂れてるじゃないですか。もうちょっとね、あの、はい、背が高くなってきますけど、最後には上にパッと向いて実になるんですけどね。こうなる、こう、はい、なるんですね。実になるときはピッと上に。であのこちらの方は咲くかと言いまして、ちゃんとあの来年の今来たら実が残ってると思う。立ってるの。であの銀鏡草の方ですよね、春の方は何にも姿がなく、ね、はい、こちらは残るんですよね。だから去年あったところって言ったらこう花の跡を見つけたらあるあるって感じなんですよね。こういうのも秋吉台に咲きますので、はい、花です。はい、はい、なんか立ち姿がかっこいいですよ。かっこいいです。はい、あの中澤さんのね、あ、いや、あちらかと思います。今堂々と立たれてますんで。いやいやいや、もうね、はい、本当に、はい、あともう2つほど、はい、あの不生植物を見たいと思います。はい、もうすぐ近くにありますので、はい、はい、行ってみましょう。白い花、これひなの尺状って見えます？はいはいはい、見えます。あの尺状ってあの僧侶が持ってる杖ですよね、はい、尺状、はい、あれにこれが似てるっていうんで、ちっちゃいからひなの尺状です。わあ、映ってるけどこれちょっと画質が悪い。あの絵が短いですよね、尺状って知恵の割に。うん、でですね、はい、これもさあ大変、さあ大変、ひなの尺状ですね。うん、あ、ここありました。見えます？これ見えますか？これ待ってください、ね、どうですか？これ、あ、え、本物そうですけど見えます？これですか？この、それじゃない、これ、これ、これ、ほら、ほら見えます？これですか？これです、これです。あ、これですよね、はい、あー、なるほど。あ、ちょっと待ってくださいね。ここにもありますね。これか。はい、映ります？映りました。これが本郷草です。わ、すごいちっちゃい。ちょっと待ってくださいね。わー、ちょっと画質がすごいちっちゃい。
ちっちゃい花ですね。これも葉緑体を持たないんですかね。持たないんですよね。はあ。これは要するに三重県の本郷というところで見つかったので、牧野富太郎さんが付けられた名前です。はい、でね、あの牧野図鑑にはちゃんとあるんですけど、はい、あの今野に咲く花、山に咲く花っていう手近な図鑑があるんですけど、それには珍しいから載ってない。はい、そのぐらいの花ですね。本郷草か。うん、これ、うわ、でもこれはなかなか大変でしょ。大変ですね。うわ、ここにも あるはずなんだけど、どこか見えます。これは見えましたよね。見えました、見えました、ね、うん、これが花です。これはちょっとぼやけとるやろな。の上の方に、ね、お花で、下の方が見花で、ちゃんと増えてるみたいですよ、はい、これは割と綺麗じゃないですか。そうですね、綺麗に映りました。はい、あ、すごい映ってます。映りますね。はい、映ります、映ります。すごい、ちょっと画質があれですが。いや、画質はともかく、はい、映ってますよね。映ってます、映ってます。で、この上の方が小花で、はい、下の方に雌花があるんですよね。あ、うん、で、これだから、あのね、すごいわ。草原では今あの秋の七草が花盛りですけども、はい、こういう影ではこういうものがちゃんと花を咲かせています。そうですね、うん、ちょっと雨が強くなってきましたね。これもそう、これもそうですよね。ほら、見えました。ほらほら、ね、これ私の手に当たってる。あ、本当ですね。はい、あ、よく見つかったわ。よかったよかった。動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。本日は8月の20日でございます。8月20日の秋吉台です。現在ですね、各地で大雨が続く中ですが、今かろうじてなんとか雨を耐え忍んでるという状況でございますね。はい、以上、こちらが秋吉台でございます。